やっちまいましたね、また。You can go back that ass back, you can go back that ass so車検に来ただけなのに新車を買わされるとうとううちもエコカーデビューです。電気自動車、e パワーやね。日産のセレナ e パワーにバージョンアップです。で今日いよいよ納車ということでやっちまったまあまあでもあの長距離運転が楽になるということでだいぶあの自動運転がついてるから長距離が楽になるという点ではすごい楽しみです。これからまたあの木崎湖と保安控えてるのでその辺でちょっと自動運転を試してみたいなと思います。楽しくなると思うから運転が。ありがとうございます。おあ、いやそうそう、いつもこれくれんねん。かわいい、ほらひまわりすごい、ほんまやん。かわいい、かわいい、夏のひまわり、お花くれた。はい。その笑顔でいいやん。じゃあ早速運転させていただきます。ドキドキの初乗りです。これですね。ちょっとビニールだらけやけど。あ、はい。よいしょ。よいしょ。あ、これね。開けてくれる？こっちも。ありがとうございます。ありがとうございます。シェーマン。はい。よし、じゃあ、スタートします。静かやな。すごい、見て。かっこいい。日産。ちゃんと、いけるかな。これで。あ、これでこれで上やんな。ちゃう。下か。下。ドライブになるんでね。はい。あれ、サイドブレーキ引いてないで。どこやった？これじゃない。パパ、すごい。めっちゃ覚えてるやん。違うな。何？ピピ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 。あ、ソナーが鳴ってるの。あ、店長まで出てきてくれて。ちょっと怖いの？怖い。いけそう。店長すごいな。なかなかの。店長全員出てきて。すいません、ちょっと出にくくて。いきなり何台？いける？いける？いけます？はい、ほんまに？全然いけます。めっちゃ怖いんやけど。僕引いてください、ね。聞いてくださいって。怖い。すいません、ありがとうございました。はい、みんな総出でありがとうございます。総出でしたね。総出でありがとうございました言われましたよ。そら総出。恥ずかしいな。
これはあれやな、でもアクセル離したら止まるパターンね。ほら止まった、止まったぜ。いや、アクセル離してます、離してます、ブレーキ踏んでないですもんね。ブレーキ踏んでないです。離したら止まります。ブレーキほぼ踏まないんじゃないですかね。めっちゃ静かじゃない、ほんで音が。これがあれやんな、これ、あれです、あの、なんとかいうミラーですよ。そう、なんでしたっけなんや、元気ちゃんの好きなミラーやろ。そう、パパさんの好きな。これね、荷物を後ろにもうマックス積んでも、あのカメラの映像が出るから。そう、だから全然後ろも行けると支障なく。これが良かったんですよ、運転する人にとってはいいよね、これね。切り替えれるからな。ほんまにキャンプの帰りの荷物をかさばった時の後ろ見えへん怖さある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 って、キャンプあるあるやな。キャンプあるあるいうか、キャンプあるあるやな荷物やっぱり帰りはどうしてもかさばる、うん、後ろ隠してしまうもんな。どうですか、バイキャンママさん、新しい車の乗り心地はちょっとでもあれやね、いつもはアクセル踏んで加速するやんか、加速してパッて離したらグンって止まるからその辺ちょっと慣れるまで少しね、時間がね、うん、時間かかるかなっていう感じですけども、またごっつい買い物しもったやってもうたなって感じやな。なんかしまくりやな。もうでも頑張って働こうね。もうガソリンも高くなってきたから、うんうんうん、ちょうどいいんじゃないですかね、燃費が良くなるのは。そうやと思う、うん、でもうね、通勤も自転車でしようと思ってるから。でも8人乗りやけどこれは7人やもんな。そう、真ん中がなくなったもんね、2列目の。いいパワー。そうっすよね、静かやな。横にしてパンパンってやるだけやもん、パンパンって言われやもん。パンパンのパンやんこのチャージっていうのは何やろうね。何のチャージって、何のチャージって。電池っぽいよね、これチャージ、ポチチャージモード。あ、これ電気使わないよっていうやつだ。そんな怖い怖い、分からない、できます使わないで貯めるよってことですか。ああ電池マーク。そうね、ガソリンで走り続けますといいです。そういうガソリンで走り続けて満タンになるまでチャージするよってことかな、電気がね。うんうん、なんかボタンがいっぱい増えてるから覚えるの大変そうやけど、覚えてました、覚えてますか。全然覚えてないです。またあの設定いろいろせなあかんじゃない。そうなの。なんかBluetooth とかあつなげなかったの。 Bluetooth はもちろん必須やで、それは、うん、うんうんうん。長旅に音楽はね、そうそう、やっぱね、運転するにあたってやっぱり自分が好きな音楽かけないと、ね、寝るよ、寝てしまうもんね、ゆんちゃん寝てしまうもんね。カラーですけど、ボディが。おお、どうなんですか、初めてのこのカラー。このカラー、私結構好きかな。グレーと黒やんな。そう、ツートン、なんかツートン好きやね。髪の毛もツートンもう、この髪の毛もね、青っていうねみんなびっくりしてたけど、チャレンジ精神って大事やんな、うん、何においても。そう、チャレンジ、とりあえずチャレンジすることによって始まるよね、いろいろなせばなるですからね。もうほんまになさればならんですよ。やっちゃえパイケア、やっちゃえ、やっちゃえパイケア今後なんか新しいことにチャレンジするんですか。もうね、計画中なんですけど、木崎湖で
ちょっと新しいママを見せていこうかなって思ってます。そのグッズを今からちょっと買いに行こうかなって思っております。これ光ってるのは何なんですか？え？え？ほんまや。ビラが光ってる。これ何や？いやこっちにもあるけど光ってないこっちは。ですか？そっち追い越しあるよってこと？車近づいてきてるよってこと？え、すごいなそれ。あ、ほんま消えた。あ、おるよってこと？あの四角に四角に車おるよっていうことちゃう？教えてくれるんや。ほんま光ってる。これすごい。これすごい。ちょっと待って、これこの車で事故る人ってやばいんちゃう？やめて、ほんまに。もう気をつけよう。気をつけてね。運転はもうもちろん気をつけてですよ。うん。当然ですよ。鉄の塊を走らせてるわけですから。今回は、車検しに行っただけなのに。車検しに行っただけなのに、新車を買ってしまったという動画です。しまいました。日産の車でもいいんで、いいんで、はい、あのぜひ皆さん一人でも心に響けば、うん、いいなと思います。日産やっちゃえ、日産いいですよ。いいですね。はい、じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。 よろしければチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。また会う日まで、バイバーイ。